もう七尾ですなんて言うと出ますけどもね、もう正直僕はほんと動画を撮っていい身分ではござらんのですよね。何かって、そうなんですよ、なんか京都駅の1階を見下ろせるミスドがあるんだけど、有名なあそこでちょっと僕ね、ちょっとネタでも考えようかなみたいな感じでパソコンをいじいじしてたらね、皆さんもご名答、初めてなんですね、初めて YouTuber さんですよねって声かけられたの。 YouTube を始めて1年半、あんなにも望んでいた瞬間でしたね、うん、あの YouTuber さんですよねって、あの前髪がパツな可愛らしい女の子がね、 JK かな、あれは JK って言い方キモいね、ごめんなさいね、女子高生がね、どっちにしてもキモくて焦ってるんだけどさ、そんな嬉しいことがあったのになぜ僕がこんなに落ち込んでいるかと言いますとね、皆さんも察した通りね、あのね、僕結論から言いますと違いますって言っちゃったんです、断ったんです。本当にあの時ね、勇気を出して、ね、チャンネルで登録者数が5万人程度の YouTuber にね、 YouTuber ですよねって声をかけるのってすごい勇気が必要だったと思います。あの時の JK は前髪綺麗なパッツンな JK がね、本当に声かけてくれたり、本当にごめんなさい。俺も本当に30分ぐらい落ち込んだの。弁論の余地をください。被告人自ら弁護をするタイプの YouTuber なんだけども、まずその時僕のコンディションを説明しますね。まずその1、二日酔いだった。その2、風呂に入ってなかった。歯を磨いていなかった。眉毛を描いていなかった。寝癖の状態でブラーンって感じだった。そこに無理やりパーカーを引き下げて、俺はミスドでぐる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 ネタを考えてたんだけどね。まあ逆によくそんな汚い状況で俺だって分かってくれたなって思ったんだけども、あ、てかもしかして俺って分かんなかったのかな、他の YouTuber さんと勘違いしたって言ってもある。まあそんな話はいいんだけども、その状況で話しかけられたのね。あとチョコレートドーナツ的なものと、あとパイとあとなんかウーロン茶を頼んでいたんですね。まずそのチョコレートなんとか食っていたから、僕なんか食べ物が口の周りにつきやすい歯の構造をしてるから、なんか歯がすごい下に下がったりか知らないけども、殺すよ。すいません、なんか口の周りにチョコがついたらどうしようっていう神経があったのね。うん、この気持ちは分かってくれるはず。あと何より一番のあれが問題があって、それがもしかしたらこの動画を機に俺とっ捕まっちゃうかもしれないから、これ遺言として残すんだけども、なんか二日酔いになっちゃってすごい喉が渇くけどね、女子高生のみんなはピンとこないかもしれないけどね、俺は結構ね、最初のビールの一杯っていうよりもその二日酔いの朝の水の一杯が一番好きみたいなところもあるんだけども、ね、まあそれをやりすぎると下痢になるっていうのがよくあるんだけどもね、それが大人のあるあるなんだけども、そんなことはどうでもいいんだけどね。僕はその二日酔いの一杯だったのよ、その最初のウーロン茶は。だから全部一口で飲んだのね、全部一口で飲んで、チョコレートのドーナツとパイが残ってたんですね。皆さんもご想像に安いでしょう。もうちょっと水分が必要だぞと思ってね、ドラえもんの四次元ポケットに手を突っ込んでね、自らのカバンの中にあるウーロン茶を出して、バレない店員さんにそれを店内で飲んでるのはちょっとお行儀悪いから、それを自分のあのウーロン茶のカップ、ミストのウーロン茶の入れてもらったカップに注ぎ込んだの。ドゥルルルって2、3、その入れてポチってやった、その2、3秒後に話しかけられたの、 YouTuber さんですよって。その瞬間凍りついたの俺、やばいバレたと思って、俺がミスドのカップの中にウーロン茶を注ぎ込んでいる瞬間バレたと思って、やばいの。それでもう、それがもう、その自分の顔面のコンディション、あと口、歯を磨いていないってこと、チョコレートドーナツの危険性、そして俺が犯罪をしていたっていう、もう本当に、本当に YouTuber じゃないですって言ったんじゃない、どちらかというとね、本当に私じゃないんですって感じで思うきり俺はいたと思う。本当に、許してください、俺私じゃないんですみたいな感じでね。京都住民だと分かったと思うんだけどね、あそこのミスドってね、なんかね、急に電波がすごい悪いし、あとミスドのあの Wi-Fi もすごいゴミだし、なんかすごい電波が悪いのね。だから俺その時なんかフワちゃん TV を見てたんだけどもね、フワちゃん TV の読み込みが甘くて、ずっとフワちゃんがぐる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 してる状態で、あの白い丸がぐる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 してる状態で話しかけてたから、あ、やばい、フワちゃん TV 見てるのもバレてる、しかもなんか読み込まれてないのもバレてる、なんか通信制御に悩みながらも頑張って必死こえてフワちゃん TV を見ようとしてる、クーみたいなことを思われてるかもしれないってことが、その話しかけられた瞬間の 0.5 秒の時にね、走馬灯のように蘇ってきたの。違いますって言ったの。チューベイさん、なんか金持ちの息子キャラをやってた子がさ、自分のバッグからウーロン茶を取り出してそれをミストのカップに注ぎ込んでるとは思わないじゃないですか。そんなことやってたら僕のブランディングが、うん、別に金持ちじゃないんだけどさ、ね、ちょっとそんな葛藤があったっていうことをあの時の JK には伝えたい、うん、だから僕はこのサブチャンを取ったの。うん、本当に許して、まあ、僕の眉毛のコンディションを見てから話しかけてほしい。まずはね、別に有名人ぶってパーカーをかぶってるわけではないの、絶対に。寝癖がやべえからパーカーかぶってんのね。うん、で、あとそこでからちょっと僕の眉毛を覗いてもらって、あ、奈々さん今日眉毛ないなってこと、あ、だったら今日は話しかけない方がいいかもしれない。あ、でもな、これも生気か。あの時話しかけてくれた JK 多分京都済みかもしれないんだけども、うん、京都済みじゃなかったらすごい申し訳ない。修学旅行の機会を使ってね、僕に話しかけてくれたったらすごい申し訳ないんだけども、次僕に会ったら本当に僕1万円あげるね。うん、 YouTuber が優しいか優しくないかを二択するラインでさ、一番最初に喋り出したらさ、横柄な態度を取って断るか、それとも、あ、そうです、僕が YouTuber ですっていう感じで優しく受け止めるかでさ、二択が分かると思うんだけど、僕はさ、横柄な態度を取ったタイプの人間にもうこの時点で分割されたわけですよね。あんなに YouTuber ですよねって言われるのを夢見ていたというのに、まさかフワちゃん TV を頑張って読み込み、自らのウーロン茶をさ、ミスドのカップに注ぎ込んでさ、あの時の JK、 そしてミスタードーナツさん、本当にごめんなさい。これからはウーロン茶2杯目をちゃんと頼みたいと思いますので、許してください。また僕のことを店に言ってください。